花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾芳郎の音楽魂、今日も楽しくやってまいりましょう。まずは松下俊美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。はい、今日電車間に合ったね。はい、なんとか結構 ね遅れるかもしれないけどね。はい、はい、大丈夫でしたね。先ほどはあれだったけど雨当たらなかった。雨ね、駅着いたらすごい降ってて、でもすぐ上がりました。すぐ上がったんでしょ。俺その間に買っちゃったのよ、傘。そんな人がいる。いやいや、すごかったんだもの。あ、本当に。うん、というね、なんか不安定な天気ですけどもですね、はい、今日早速ね、はいはい、スペシャルゲスト、スペシャルなゲストですね、久々に会いました、嬉しいです。ブルースボーイズのお二人、イエイ。今日はブルースボーイズ1、どうもどうもこんにちは。134っていうことですね、はい、ブルースボーイズ134、まず荒井武さん、はい、はい、どうもご無沙汰しております。なんか、ね、おかえりなさい。恥ずかしながら帰ってまいりました。いきなり出たか。もうね、みんなにもう笑われようがない、もういいやもうってね。いやブーメラン荒井です。いや、よろしくお願いいたします。素敵なギターを今日は ね素敵。ねえ、このちょっと小ぶりな、ね、でもこれ素敵なの、まあ、小学校の同級生のケイ君がね、はい、そうですね、どうしても私にあげるっていうから、すごいな、新井さん、やっぱそれ人徳ですよね。で、ね、何もついてなかったから、はい、ちょっとね、生音がいいんで、はい、マグネットのピックアップで行ってみたいなと、はいはい、いうのでね、ちょっと知ってる北海道の旭川のね、これまた楽器屋さんの S さんにお願いして、はい、あ、そうですか、ね、で S さんもこの作った百瀬さんという人のね、ギターのね、作った人はね、百瀬さんって昔あれじゃないですか。そうですね、今マウンテンとかそういう、ね、お年になってあれですけどね、その方が作ったギターなんですけども、へ、うん、でその旭川の彼もね、そのよく知ってて、で絶対いいギターだからってね、なんかどうやって手付けようと思ってずっと悩みながら2ヶ月かかって、やっと昨日私のところへね、全部手術終わって届いたばかり。そうなんです。素晴らしいですね、これ。でもそれぐらいの大きさだとなんかいいですよ、軽くて。そうそう、ちっちゃくてね、昔のギブソンのねぐらいの小さいのが欲しかったの。へ、うん、だからK君には申し訳ないけど、大きさと軽さで選んじゃったみたいなね。どうせまこちゃんみたいにバリバリは弾けないから、いやいやいや、ザンってやるしかできない。いやいや。でもね、まあなんか嬉しいですね。ああ、そうですか、なんか小学校のねクリスマスの夜みたいなね、戻ったみたいな感じで。なんか僕もね、久しぶりに荒井さんのお顔ね、元気なお顔ね、拝見してもすごく、ごめんね元気で。いや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 。ねえ、本当に。それとですね、久しぶりにね会いました高橋真子さん。いやいや、久々です。おかえり。どうもただいま。いやまたまこちゃんほら毎日やってるじゃないですか。すごいよね。すごいね。そう、あれね、海外まで響き渡ってますよ。あ、そうですか。うん、先ほど後でね読みますけどもね、うん、海外の方はね、やっぱりね、住んでる日本人の方なんですけども、もう感激して、嬉しいですね、やっぱり すごいよね、はい、続けることってね、豆だよね、まこちゃんがこんな豆だと俺思わなかった。まあでもね、それは素晴らしいよね、その執念というかね。そんな執念とかじゃないから執念なんか一つもないし。そんなもん持ってない。ということでね、今日は早速ね、このブルースボーイズ、134でしたっけね、はい、今は134、はい、これ2人の、はい、年齢の合計ですね。そうですね、そうなんですよ、こう見えてまこちゃん100ですからね、はい、34歳。まだ34歳ですね。このブルースボーイズ115の時のですね、アルバムを今日持ってきていただきましたけど、ね、まあ115だもんね、これね。ということでね、このファンタジーっていうアルバムの中から1曲聴いてみましょう。これはタイトルは何でしょうか。夢公開。
ということでですね、夢公開、楽しい歌ですけどもね、今あの聞きながらちょっとお話してましたけども、はい、あのこの中の CD、まあ、オリジナル曲ってあのブルース・ボイドではこうやらないというね、うん、ライブではね、やらないということをお聞きしましたけども、この欲しい人は CD 買っていただきたい、はい、こういうことでしょうね。あのまあ、そういえばそうですね、あのカバー曲ばっかりブルースボーイズ、そうですね、うん、でもあのこう古いいい曲っていうか、うん、そういうのは僕も好きな、例えばあの、まあ、あのディック・ミラさんの曲とか江野健さんの曲とかね、うん、ああいう素敵な曲がいっぱいありますよね、うん、そうね、それを2人でやられてると素晴らしいなと思って、これあの後ろにね聞きながら今薄く流れていますけどもですね、あのこれリフレインっていうね曲になりますので、ね、これじゃないと分かんない、あの、うん、でまあ今日はねブルースボーイズ、134っていうねことでですね、まあでも新井武さんいかがでしょうかね、あの、はい、なんで健康のえ健康の健康、はい、健康、ね、健康なんですよね、あの昔からね平熱高いから今ほらどこ行っても体温測ったりするじゃん、はいはいはい、ね、だから平熱高いんだよねっつったらさ、うん、そんなことないの今ね、やっぱり年取ったらね、若い時はね、うん、平熱で7度近かったの、で6度8分とかそんなの平気で、はい、だから8度5分とか熱出てもね分かんないよね自分で、あで自分で熱っぽいなと思って測ると9度8分とかさ、まあ、そんなんでずっとね過ごしてきて、だからなんかまあ人によるとね、その体温高いから免疫が力があるっていうらしいんだけど、おかげさんでだからそんなね大きな病気もなく、怪我はついこの間ね2月にえっだからここら、これ持ち上がっちゃったでしょ、ここ、あ本当だ、それえ僕ちょっと知らなかった、なんかあのもうね終わったからね時効で言っちゃうけど、はい、あの本当はいけないんだよ、いけないんだけど酔っ払いで自転車でこけて2回こけて肋骨2本とこの肩のねなんか押さえてる筋が切れちゃって、でこの骨がポンって浮いちゃったんで、いや本当ですか、もうずっとこのまんまだって、でもいいね、こう便利、こう上がったからね、ギターがね落ちなくて済むんだ、うんあーそうね、引っかかりが良くなってるってパッと入れてる感じね、まあ、いや僕もね実は肋骨3回1年に折ったことがやっぱそれなんですよ、あれ経験あるとさ分かるけど、うん、日々の時は歌えないけど、うん、折れてると歌えるんだよね、そうそうそう、ね、日々が入ると息するのも痛いもん、うん、同じようにこの周りの神経とかね、うん、傷ついてて痛い、ピキッピキッときてね、うん、日々の方が全然歌なんか歌えない、綺麗に折れてれば、うん、レントゲン見たらさ綺麗に折れてるから、あれや歌えると思って次の日から3日間ライブ飛ばしちゃったけど4日目休みで5日目からまた今度はあのヒロさんとやるライブだったので、その時はもうね、はい、歌いましたよ、5日間歌って2月に帰って3月になったら全部ライブがなくなって、ああそういう感じですね、そう4月もなくなって、うん、ね、であの北海道のこと聞いちゃいけないのって言ってたけど、しゃべっちゃおうか先に、いやいやまあそうしていただけると僕もなんか話が進みやすいんですけど、私しゃべりたいんだと思う、まあまああのね、あの行く動機はほらあの人ごみが嫌で、ね、はいはい、あのぶつかっても何も言わないのとか、でそういうところでブチブチ言ってると自分も大事なもん忘れちゃうなっていうのもあって、うん、まあね、まこっちゃんや、うん、バカバカのみんなや、うん、ヒロさんや、うん、一緒にやってた人にね、うん、あの迷惑かけて勝手なこと言って、うん、急にごめんって俺はバーンと言っちゃったわけだけど、うん、まあそれでそれなりにやってて、うん、だけどたまたまだからそういういろんなタイミングと、はい、あとまあ母親はね、あの、まあ、2人いたんだけどそれもう亡くなっちゃって、で親父だけはいるんだけど、はい、割とこの近くにいるんですよ、そうなんですね、うん、でそのまあ義理の妹がちょっと見てて、で親父のことなんかもやっぱりちょっと気になったり、やっぱりすぐ駆けつけられないね、うん、特にほら3月ライブ亡くなっちゃってさ、はいはいはい、家賃もどうしようみたいな時に、はいはい、で親父がどうのっつったら、うん、俺泳いでいけるわけねえしみたいなさ、うんうん、これもうちょっと近くにいた方がいいかっていうのがあって、うん、さっきの恥ずかしながらブーメランのように戻ってきたわけだよ、そうですか、みんなに笑われながら、いやいや、やっぱこう
ひょうひょうとしたそのそういう生き方っていうのは僕はやっぱりその僕らの道しるべになるんかなと思って。いやでもね、いやでも素晴らしいなと、ミュージシャンとしてですよ。いやいや、まあ、たまたまほらそうできる、うん、まあ環境だったから、はいはいはい、同じことを考えてもさ、なかなか親のことがあったり、はいはい、子供が小さいとか、はいはい、友達がどうのとかっていろいろあったら、はい、なかなかできない人が多いわけじゃない、うん、だからね、親は勝手に、まあ、自分がたまたまそういう環境だったから、うん、勝手にそんなことしちゃってさ、よくよく考えたらやっぱりまこちゃんも含め、うん、皆さんにはすごい勝手なこと言って迷惑かけたんだなっていうね、うん、のはやっと大人になったから。いかがですか、まこさんあたりは。そういう全然もう人はもう勝手で当たり前ですから、ね、まあなるほどね、まあ、ここら辺の、あのやっぱ考え方がもう言わね、言わなくてもこう分かるようなところあるんでしょうね、やっぱり ね、ということでね、お便りちょっとご紹介しましょうか。はい、ね、あ、いきなり、はい、油断してました。はい、ラジオネーム、かずみさん。かずみさん、はい、年齢はまこっちゃんの1個下、はい、お聞きになった番組名は金尾よしろの音楽魂。メッセージ、はい、川崎を離れて早3年経ちましたが、あ、3年ですかね。どこでも放送が聞けちゃう便利な時代になりました。そうですね、毎週金曜日のお昼はよしろさんの音楽魂。ありがとうございます。これは変わりません、はい、今日はまこっちゃんがご出演のこと、うん、楽しみにしていました、うん、以前の放送を懐かしく思い出しながら、遠く座王より応援しています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。座王、座王いいとこだよね。座王、うん、行ったことない。あ、そうなの、うん、山形、うん、でもなんか都会にちょっともう僕もやっぱちょっと疲れる時ありますよね。うん、でもなんかやっぱり田舎育ちだから、うん、どっちかしてその水があったりとか、そう、海があったりとか山があったりとかね。だってそれね、本当だもん、ね、本当はだって動物だもん。そうですよね、ね、動物そう思いますよね。はい、じゃあもう一ついきますわ、はい、じゃあミキさん、博多のミキさんから。博多のミキさん、ありがとう。皆さんこんにちは。はい、こっちも曇ってます。うん、だんだん雷雨が東に向かってる様子ですが、大丈夫でしょうか。うん、今ね、あの晴れ間が出てきましたね、こっちはね。え、今日そんな天気なの。うん、なんかそうね、あの夕立とか来るかもしれない、うん、この間の台風は怖かったけど無事です。あ、よかった。ちょっと、ね、よかったね。先週、はい、先週のゲストの佐藤隆一さんに、うん、大浜勝文さんのお二人とも素敵でした、はい、本当にやっぱり歳月を財産にしてきた方の魅力っていうのはかなわないもんですね、うん、そして今週のゲストもその歳月を魅力に変えてる、うん、典型のお二人、うん、新井さんに誠さんですね、お帰りなさい。典型のお二人、ね、誠さんも久しぶりですよね。はい、個人的な連絡ですが、うん、約束通り昨日のアンポンタンな犬の散歩の BGM はペンギンでした。 ありがとうございます。新井さんはまだお会いしたことがないのです、はい、日田に来られた時も行くつもりだったのですが、はい、筋肉にも日田出身の方言でブルースを歌う男のライブがなんと博多であったため行けなかったんですね。当時王子ね、王子とぶつかっちゃったんですね。次こそはお二人ブルースボーイズで体験したいです、うん、はいはい、ぜひ、ね、今日もリラックスした空気の中で楽しんでください。はい、ありがとうございます。ブルースボーイズといえば月光値千金いや前を向いて歩こうが思い浮かばれますけど、うん、何でも OK なんでとにかく、はい、楽しんでいただきたいです。なお、うん、さんはStill I love you、うん、ですけどいつも通り何でも OK です、はいはい、本当にいろいろ大変ですけど、56歳になったけどカナオさんと、うん、皆さんと同様年がいもなく、あ、ミキさん誕生日おめでとう。あ、おめでとうございました、ね、はい、56になったんだね。本当、56歳、意外と若い、若い、意外と若い、若いね、怒んだ、いろんなことを思いと、笑い飛ばせるようにしたいです、うん、筋トレで筋力もアップしてきたし、うん、キャリアは実質8ヶ月ですけどボーリングも楽しんでます。あ、この前すごいハイスコア出してました、ね、うん、ボーリングしたことない俺、生まれて1回も、本当ですか。そうそう、あんな洒落たことない。洒落てないし、洒落てない、洒落てない、洒落てない、親で抜けなくなるぐらい。いや、もう縁がなかったのよ、ボーリングとか。そう、うん、スキーとかもそうだし、雪があんまり、スケートぐらいしかやってない。スケートがない、まあ、まあ、そういう感じでね。僕の方からご紹介しましょう。金尾よしろさん、投げ銭 FM オンチューということでね、久しぶりのチャーリー佐藤さんですね。皆様、こんにちは。こんにちは。昨晩は気合を入れて、浦和で飲み倒し、
田渡し、北南と杖をつき足を引きずりながら配達や会合に疲れましたっていうね、腰が悪いから今杖ついてるんです佐藤さんね、2本ついてるんでしょ、頑張ればなんとかなると信じ走ってきた私の救いの神が現れました。本日のゲストが新井武さんと高橋誠さんであることを FB で知ったのですと、頑張らなくてもいいんだぜとお二人から言われるような気がしています。今日はのんびりと放送を聞かせてもらいますということで、投げ銭1万円来てるんでね、少ない、ありがとう、ちょっと懐ぐらいがあるわ、ね、ちょっとね、飲み出したということでね、佐藤さんありがとうございます、いつもね、ありがとうございます、頑張っちゃダメだよ、そうだね、今日はねちょっと生演奏ということでね、早速なんか、ね、いかがでしょうか、楽しみにしてます、はい、うん、いやね、私も戻ってきて久々にまた誠ちゃんとずっとやらせてもらってますが、はい、前にそのブルースボーイズでやってた頃の、はい、お約束の1曲目なんですけどね、1曲目は大体これここから始まる、ああそうですか、ライブ、うん、ね、オープニングのね、はい、オープニングの曲をじゃあやりますか、はい、これから
Bring it home to me ね、素敵なね感じですよね。二人ねやっぱりこう息がねぴったり合いますよね。なんかいい感じで。あ、そうだ。まあなんかちょっといつもと違う感じになったけどね。まあ大体毎回違うんですけど。まあでもそういうなんかお二人の要するにそれぞれねいろいろバンドやられたりねしてますよね。ブルースボイズ以外にねそれぞれ、ね。まあね。うんいろいろ変わった部分でもうブルースボイズはこれしかないような形でねやられてるんでそれを楽しみにしてる方もいらっしゃるでしょうね。ね、ね、ファンの方も、まあ今後の、まず今日ね今日ライブがありますね。今日は赤坂のクローフィッシュ、ね、そうですね、夜ね。これ何時ぐらいからですか？7時半から7時半ですかね。赤坂クローフィッシュ7時半からですね、今日はね。で、多分ね、今日も配信やるんじゃないかな、お店の方から。あ、お店の方で、うん、みたいだったな、ね、うん、なんかお店自体が配信するところもあるんだ、最近みたいね、最近ね、うん、僕あんまりこうしたことはないんだけど、うん、今度パラダイスカフェの時お店が何かやってくれるって今度そうお店によってやっぱり、ね、そうそうやるところと、うん、なんかでもあれだよね、なんかいろいろ大変だよね、ああいうのもね、うん、そうなんですね。今なんかなんだっけ、ほら どこも銀行じゃないけどなんかああいうのもさ、どこも口座ね、口座のもいろいろあるじゃない、ありますよ ね、うん、だからさ言わんこっちゃねっつんだよ。何を昔からずっと言ってたんですよ、もうデジタルはなお及ばざるがごとしっつってね、便利を追求してると余計なことになるぞってね、うん、思ってたんですけどね。僕もね全くその意見の同意見ですね、うん、あんまり便利になりすぎるとやっぱ人間って工夫しなくなるじゃないですか。そうそう、だって俺だってこんなにさ変なやつない、ない情けない怠ける俺になっちゃったのは、うん、電気があったからだもんね。そっちまでじゃん、すごい。電気がまずない方がいい、まずいいんだ。なかったらもっとあれじゃない、一生懸命俺は生きてたなと思う。人のせいにしないように。あ、そうだね。だからブーメラン洗いって言ったけど、うん、もう一個最近ね考えたのよ。もうそんな問題じゃないのよ。ブーメランなんて言うとさ、行ってこう戻ってきて、うん、そのほら学習して戻ってるような感じがするじゃん。うんうんうん、俺してないわけだから、うん、俺はねダカーポ洗いっていう風にダカーポ洗い音楽よく声ダカーポ、音楽やってない人はね分かりにくいかもしれないけど、はい、まあ分かりやすく言えば振り出し洗いですね。でもやっぱり人間ってこういくつになってもやり直しが効かないっていうのはないと思うんですよね。まあね、うん、まあ慰めてくれてありがとう。いや、でも自分自身もね、最近思うんですよ。ちょっと体を悪くしちゃって、うん、初めてなんか気がついたり するもので、うん、あんまり何もないとね、突っ走っちゃうんだけども、なんかちょっといろんなとこが悪くなってくると、そこで感じることありますよね。そうそう、だからね、若い子で言えばさ、ちょっと具合悪くてね、うん、寝ちゃった、ね、熱出して、ね、寝なきゃいけなくて、起きられない時ってさ、はい、健康で元気なのが一番だなってその時は本当にそう思うんだよね、うんうんうん、でまた元気になっちゃうとさ忘れて、うん、あれが欲しいこれが欲しいってさ、うん、なるほどね、大変だね。しみじみとね大変なんだね、みんなも。もうまこちゃんはほらもう悟り切っちゃってるから ね、 ね、もう領域が違うから、うん、でもなんかまこちゃんって常にほら笑顔がね、素敵な笑顔は、そう、いや、俺も笑顔いいね、うん、笑顔ブラザーズっていうね。いや、でも笑ってたら病気治るよね。治る、全然、そういう、なんかね、いいね、なんか心から出てくるっていうかね、うん、だから自分を常にほら、ご機嫌さんにしとけば、あ、それは言えるそれしかない。確かにいたずらな新井さんのあの目、いたずらそれ写真いただきたかったな、今、ね、急にスマイル歌っちゃった、スマイル。ということでね、なんかリクエストさっき来てましたが、あ、いいかな、もう、一応ファックス終わりましたか。終わりました。じゃあ僕、はい、ね、アトランタから来てますね、メール、メールね、それ読ませていただき、読めるそこで、ちょっと待って、僕の方も入ってるよ。
でこれ読めるかな。すごいな、長々長々。ちょっと長いかもしれない。高橋さん読む、読みますか。これアトランタのね、高橋勉師範ですね、大山からでは師範、残暑もそろそろ収まってきているような日本ですが、アメリカ南部は夜も涼しくなってきました。とあっという間の秋の気配ですと、さて本日のゲストは高橋誠さん、新井武さん、誠さんウェルカムバック音楽魂、ありがとう、今日もいつもの熱いギターを聴かせてくださいというね、コロナ禍でのおうちライブなかなか時間が合わないで参加できなくてすいませんが、毎日やるのは尋常じゃないとサンフランシスコの斉藤志蘭と話しております。確かに変態ですけどね。大変です。そしてもう一方、新井武さん、はじめましてという、ね、と言っても実は40年以上前、銀座のデパートの屋上で行われたダウンタウンブギウギバンドの LP、脱族の発表会で40年前ですよ。生新井武さんのジプシーマリーを聴いて、もうハマってしまいましたという過去を持っている私でございます。そういう方もいらっしゃいますね。ちなみに「あんたその子の何なのさ」を聴いていたので後にその曲がヒットしても「この曲は前から知ってるもんね」と優越感に浸っていた思い出がありました。今日は誠さん、加納さん、としみさん、方とどんな楽しい空間が生まれるか楽しみにしておりますっていうね、あとなどの、ありがとうございます、高橋さん、ありがとうございます、ありがとうございます。もう本当にこうやってラジオがね、海外までね聞いていただけるっていうのは、僕初めて、すごいよね、5年後ぐらい、4年ぐらいかかったんですね。それからなんかサイマルラジオとかね、スマホとか聞けるようになったんですけどね、本当に続けてるとね、いろんな方がやっぱり聞いていただくのも嬉しいですね。はい、ということでですね、歌を、眞子さんってこう割とその今のあれ毎日ずっとやるの？おうちライブ休みなし今とか、あれ何分ぐらいやってるの？大体30分ぐらいじゃない？30分、4曲1日4曲4曲ぐらいやるってやって、それでこでも慣れてくると結構楽になるのかね。ね、あれでも動画をさ、俺動画撮ること自体が苦手だから、だって普通にiPhone でただ撮ってるだけだよ。そうでしょ、それもあんまりしない。トムちゃんが撮ってくれてる、あれはだからトムちゃんがいるからできる。そうでしょ、一人だったらできない。できないよね、やっぱあれでまたチャチャ入れるトムちゃんがまた面白いよ。そうそうそう、あれはトムちゃんのおかげで。そうだと思います。できてる。あれなんとかよとか言いながら支え評価の可愛い声が聞こえる。で、あとはね、聞いてる人たちから何やってこれやってっていうね、反応があるんだね。だってその場でもう全部コメントが入ってくるから、でいろいろリクエストもね、いただいたりするから、そこから見ながらやるんだね。そうよ、やっぱり新井さんいかがですか、豆じゃないといけないよね。できない、できない、 OMM もダメ。3、4人周りにいても嫌だもんね。確かにね。ということでね、今日はね、ブルースボーイズ、134のお二人、お越しになっていますけどですね、なんか生歌をまた聞かせていただけますか。何やろうか、何やろうか、まあリクエストありましたが、いきなり、そうか、考えてもいなかったけどね。あ、じゃあさっきほら何か言ったからさ、まこっちゃんほら、これやれば、ね、はい、やってみますか。あ、リクエスト、美しい日々ともに出会った時は
優しく嫉妬やかにひざまずいて、いやいやと笑って手を握りなさい。大声上げずに逃げ出さないならば、ああああ毎日しかない人ですわね。まあおよしなさいましよ。だてなことを言ったってもう大丈夫。あ、大宣言。これは、博多のミキさんのリクエストにお答えしました。ミキさん、ありがとう。ミキさんもね、いつもね、おうちライブね、来ていただいて。参加して。はい。ありがとう。誰が見てるかってわかるんだよね。わかります。え、そうなの？ちゃんと出る。あ、そうなんですか。あ、そう、そっか。そうやって口座とか盗まれちゃうんだ、やっぱね。何が意味違うか。意味は違うな。どこの口座だ。どこの口座。今問題だ。まあね。これ今流れてる、ずっとこれは流れてるのかな。外にあのブルースボイズのね、115のファンタジーの中。今新井さんの。これは二あの一人。2曲ずつって4曲入りのアルバムですね。ブルースボイズってあれですか、今度新曲作ったらしないんですか。うん、まあ、とりあえずうんってすぐ早いな。もうね、CD とかも全く興味なくなっちゃってて、あ、まあ、最近ね、めんどくさいやん、なんかね。確かにあるね、なんか作ったら売らなきゃいいや。でもなんかほら、あのどっかライブ行った時になんか、うん、その売るものがあれば別じゃない、まあ、いいか。まあね、だからなんか家で聞きたい人がほらライブ来た時に自分でなんか撮ってもらってね、それ聞いてもらえばいいし。まあね、動画 OK、 動画撮影 ね、そういう感じのね、高嶋誠さん、荒井武さんですけど、荒井武さんはあのいろんな、またあれですか、あのバカバカとかもやられてます。まあ、まあ、あのバカバカという名前ではね、私も抜けて、はい、そのベースの人が入ってね、はい、まあ、バカバカやってて、でまあ今ちょっとこうお休みになってるみたいだから、はいはい、まあね、だから
あの辰巳とも言ってたんだけど、うん、もし俺入ってやんだったら今度バカばっかじゃなくて嘘ばっかりにするから。それいいね。それいいな。嘘ばっか。嘘ばっか。名前変えるとかね。世の中嘘ばっかりだからね。それは確かにね。ねえ。まあ、そんなんでもいいかなみたいな。まあでもあのね、うっちゃんともやってたり、やったりとか、はい、あの辰巳ともやったり、あとヒロさんとはもう相変わらずずっと、あ、ヒロさんのやつが一番多くなる、うん、っていうか、あの要はほら北海道にいた時も結局出稼ぎに出るっていうんで、はい、で最初の年にね、なんかね5ヶ月ぐらいね続けてきちゃったことがあるの、はい、そしたらヒロさんが、あれじゃんダメだよこれじゃ東京にいると変わんねえじゃんってね。ちょっと来すぎ、来すぎ、来すぎた顔なんてね。のこと言いながら、まあじゃあ偶数月ね、ヒロさんが俺が呼ぶから、じゃあ偶数月はあのこっちおいでよっていうのがなんか2年目ぐらいにそのパターンになって、はあ、そうなんです。で偶数月になるとやってくるっていうね。ああそうですか。まあそんなこんなでやってたんだけど、うんうん、まあこう戻ってきてからは一応そのペースで、まあ、ヒロさんとのやつはね、はい、ちょっとやろうかみたいな、はい、でその間にだからまこちゃんとこうやってやったり、はいはいはい、でまた今なかなか難しいじゃないですか、うんね、確かにまだそのね、うん、あの人ライブやっても人あのライブハウスが呼ぶとかって呼びにくかったりするのがね、まあ、さ自分らも年だから、うんはいはい、やっぱり知ってて来てくれる方も年配の方が多いから、はいはい、やっぱりね怖いし、うん、うちでも言われるじゃんやっぱり、うんうん、ね大事な娘さんやさ息子さんに、うんうん、どこ行くのってさ、うん、いい年こいてかかったらどうすんだよなんて言われたらさ、うんうん、分かったみたいになるね、うんうんまあ、そういうような世の中のね動きもあるから妄想、うん、妄想ね確かにありますね、うん、でもやっぱりこうやってこう音楽を通じてね、うん、なんか人がこう喜んでいただけるっていうのはなんかあれですよね、うん、いいことですよね。まあね、その前に自分が一番喜んでやってんだけどさ、はい、それは大事ね。今日じゃあ久しぶりにマクさんとかね、あやさんと僕歌っていいですか、ね、やりましょう、風の中で歌って、さっきあのお父さんの話が出ましたけど、これはもう20年ぐらい前に父が亡くなって、うん、九州帰れなくて、うん、その思い出の曲ですね、うん、風の中で歌ってっていう曲をお届けしましょう。春の嵐によく似てた風
れるもの。ということでね、いやー久しぶりに気持ちいいな。気持ちよさはお客さん、お客さんじゃないね、お客さんの皆さん伝わりましたでしょうか。お客様で、ね、いやーいいね、なんかね、うん、なんか、うん、あ、自分たちだけ楽しいです、すいません、そうそう、ね、すいません、まあ、基本ですけどですね、いやいやそうです、メールはあのね、さっきリクエストにお答えしてくれたので、うん、ミキさんは、うん、やった、ありがとうございます、あ、博多のミキさん、筋トレをしながら聞いてます、 ありがとう、ありがとう、筋トレ、筋トレ、今筋トレしてんのよ、すごいな、筋トレ時間、鍛えてるね、筋トレ、でも僕、筋トレはしてないけどちょっと運動してて、うん、ちょっと体重も増えたんだけど、うん、あの筋肉を少しつけると、うん、体温がちょっと上がるね、うん、それは上がるかもしれない、うん、上がりますよね、ちょっとね、でもあの調子は良くなってきたけどね、うん、なんか少し運動不足っていうか、そうね、そう、うん、明日ライブ、明日ライブですね、あ、僕宣伝してなかったね、自分のライブは明日なんで、明日横須賀、横須賀のね、楽屋っていうところでやります、楽しい家って書いて、ね、楽屋、うん、楽屋っていうところでやります、及川晃平さんと、はい、あと、内田翔也君ね、はい、楽しみにしております、よろしくお願いします、うん、よろしくお願いいたします、明日は楽屋、これ何時からだっけ、6時半とかからですね、ちょっと早めにやります、はい、3組出ます、よろしくお願いいたしますということでね、ということでこの先の予定っていうのはなんかそれぞれありますか、今日俺明日ペンギンとかが明日、博楽のサミーズ、サミーズハワイアンカフェ、ほうほうほう、白楽、白楽、ね、ソロ、ソロ、それはソロ、あ、高橋真子さんソロっていう、ソロで明日です、明日ですね、白楽、じゃあその次の日か、俺辰巳とそうかな、同じお店で、ね、同じ場所なんですけど、そこで一緒にやったんだけど、土曜日と、あ、そうなんですか、続きます、そうすると日曜日は新井武さんがさ、サミーさん、長瀬辰巳と、あ、そうです、辰巳さんと、ダラダラ、もうドロンドロンのダラドラのそこでもハワイアンのお店なんですか、そうやって、まあ元はね、なんかそういうやつだけど、で今もうライブとかずっとやってるとこなんだ、そこずっとではないですけど、なんかちょこちょことね、割とブルース系のライブハウス、いや、そんなことないと思うよ、もちろん、なるほどね、ということでですね、今日はあの、坂島子さん、新井武さんね、ブルースボーイズ、134、来ていただいてますけど、最後になんかあのお二人のなんかとっておきのとっておきで急に振るなよみたいなとっておきの一曲、今日の一曲、あ、たまにこっちでも行ってみる、え？これでもいいけど、こっちでもいいし。でもライブもこんな感じで進めてるし、じゃあいつもライブこっち行こうか。ね、あの、いいよ、はい、今日ね、クローフィッシュ、赤坂クローフィッシュね、7時半から、今日もね、やるんで、やりますね、あんまりやんない方がいいから、そうか、そうだよね、ネタバラシじゃあ、いつもライブでね、最後にやる曲をやらせていただきます、はい。え、こっちは大丈夫、ほとんど甘くない、はい、おなじみの、ジョン・レノンのイマジン、でもね、最近ね、歌詞をね、日本語で歌ってるんですよ、で、なんとその日本語の歌詞を作って作ってくれたの、作ってくれたっていうか、彼ももちろん日本語で歌ってるんですけど、あの魔教図の春日くん、春日博文さん、はいはいはい、ギターのね、で彼が日本語で詞を訳詞をして、
それすごく良かったのでね、ちょうだいっつってもらいました。春日君ありがとう。想像した頃よ、天国なんかないって、上を見上げればただ空があるだけ、平和に暮らしてる全ての人を、想像してごらんよ、国境なんてありゃしない、殺したり殺されたりも、宗教もない世の中を、平和に暮らしてる全ての人を、世界は一つになるのさ、想像してごらんよ、富も貧困もない、独り占めはしないし、植えることもない、平和に暮らしてる全ての人は、世界は一つになるのさ、世界は一つに、なるのさ。夜も頑張ろうね、頑張ろうね。今日も昼も夜も頑張ったよ。みんなありがとう。みんなが笑って暮らせる世界になりますように。
4でした。アルタクさんありがとうございます。どうもありがとうございます。また来週お会いいたしましょう。See you next time. はい。泡が流れてる。思い出が流れてる。